はい、こんにちは、ペソでございます。麻雀大会2続きやっていきましょう。カオンさんがレート2だからマイナ40、11以上取ったらもうアウトなんですよね。ポン、ペンちゃん待ちがすごい嫌やったからね。普通というよりはこうかな。まあ、はい。親から早上がりしましたね。まあ、コンピューターやから関係ないか。はい、15本ですね。チュンのみ。バレの染め手をちょっと狙っていきましょう。うわー、あんこった G1 がポン。あー、積もるんだ。しかも後付けだ。ロチュッソのうちのロッソでね。はい、タンのみですね。カオンさんらしからぬ。これカンちゃん嫌やね。イサゴナックのね、3色諦めましょう。来る気がしない。こう123の3色にね、走りがちなんだけどね。かわいそう。はい、ピンフのみですね。ようやく親番が来た。射点なんだけどね。うわあ、ははは、黙ってりゃよかった。いやあ、初のみか。積もったな。あ、ロワンもう一回積もる。
黙るね、これはね。一応貼ったな。サブロピン3は黙っときましょうか。あー、積もられた。積もたんよ。ピン風ですね、そんなにね点差は離れてないんですけどね。さあ何言うですね。ちょっと何言うなんでね、決め打ちでいきましょう。まあ悪い癖なんですけどね。染めてればマンガンコースだね。チードラソバドラウキル。ノン詰まってないんだよねこれがまた。はい、ナンチュンドラ一ザンク。さんにね勝たせてあげたいという気持ちもゼロではないんだけどね。こういう時に限ってリーチが早いんだよな。うわあ、3匹切ったらこれか。つも。あ、積もられた。はい、あ、ロチューはね。ワン押さえて正解。はい、リーズもピンフですね。ザンク。はないとは思ってたから一通コースかなって思ったんですけどね。さあ一通射点ですね。ここはイペを狙うよりは、あ、イペか。ポン。はい、2ピン数ピン待ちたいところですね。これはズモジュン変わったから引かんかな。でもね、リャンピンがワンチャンになるからチャンスはチャンスなんだけどね。あ、厳しいね。積もん順に入れ替わったおかげで全くピンズを積もらなくなっちゃった。ノン。おう、はい、チュンのみですね。リャンオンス待ち。なんやかんや言ってカオンさんが珍しくトップを肉薄してるんですよね。あ、私もベタか今。あははは、極端あるまで気づかなかった。ここはなんとかしたいなぁ。いや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 、こんなん来ても。そう、なんかチュンを積もらん限りはどうしようもないんだけどね。
なんだけど、何の地獄待ちにするのか。ポン。そっちアンコルンだ。じゃあこれ切っとこう。まあチート入り待つのには一番理想系ではありますよね。初ヒロとはまた別やけど。パスがないのか。ああ、しょうがないね。路中ピンか。はい、見せ場なくオーラス。ポン。またちょっと勘が鈍ってるね、完全に。ああ、簡単に振り込む。あ、いたたたたた。はい、10本ということで、ベッタだ。うわー、今回。ねえ、4回目だけ4じゃ引いただけであって、じわじわのマイナスでしたね。はい、ということで、モーツァルトさんの一人勝ちという結果ですね。終始換算、こうなります。はい、カオンさん、ね、マイナスになりました。と、久々のマイナスね、94はでかいね。うん。ちょっと間を置いてまた、仕切り直ししたいと思います。今回はここでお開きです。ありがとうございました。それではさよなら。